漆黒レディウスってお前。あ、漆黒がフェイタ G を始めたってよ。豚だったかっつって。でもいや、マッシャンかわいい。いや、マッシャンかわいいとか言ってるかな。あいつ、機能性を求めるとか言ってたよ。出た出た出た。だって漆黒キャストとか絶対好きやろ。キャスターやろ。キャスターちゃん。ああ。キャストちゃん。キャストちゃん。タマモちゃん。ああ、なるほど。あ、俺も好きやもん。あれ、タマモキャットってやつ。マジで。猫化したやつ。いやー、でもあれ、ね、なんかちょっと小松さんっぽいあれもあるから。おお。あーあー、これニビン指導だ。思い出せ思い出せ。テレレレ、おお。ああ。まあですよねって感じ。えほー、受け身取らないから。あフェリッツさん鼻で笑ってますね。ふふみたいな感じ。いやー、てかまた岩田さんでしか読んでないやん、これ。うなだれていく。そこはかたなく痛えな。投げ。あー、そう、はっ。あ、ヘルズ6円が出なかったのかわかんないけど。いや、今のはヘルズっすね。え、怖い怖い、怖すぎる。あ、バース読んだ。うわあ、姉、姉2回目。帰ってきた姉。うわあ、魔法のジャンシー、なぜあれが当たるのかわからない。なんかイワシさんのジャンシーをイワシジャンティーとか言ってたらなんかすげえバカにされたっていう。さあ、多分ビワしたいかイレルパしたいから6Cが入った。おっと、うわあ、すげえ。うわあ、うわあ、うわあ、あれすぐ死ぬ。ゴルベーザー最初の資格いますじゃん。あー、うわー、すごいね。よくも姉さんを。いやー、なんかあー、やってないぞー。あびっくりして、何もできない、何もなかったことに。あ、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 なぜ繋がるんだ、あの高さで。おお、さあ、いこの攻防。ああ、岩田さんおめでとう。手出しただけ。ゴルベーザー優勝おめでとうのじゃんえっつって。うん。あれだってレンガレベルやろあれ。さあ、で、まあ、次方フェンリッチ、次方フェンリッチ、ま、いきます。帰れるよ。だからフェンリッチ1回目で響きで、響きジンとかでも、2回目はあの狭間ジンとかでも OK ってことね。いや、まあ今日はフェンリッチおめでとうの祭りなんで、やっぱりあんまりねえ。さあ、まずはフェンリッチ、あ、ごめん、1回浮かして18になったから置いてみて。 OK、 はい、多分ね、29の時も28になってから終わりだ。うわぁ、哀れだよ。うわぁ、炎に向かうガロようだ。うわぁ、これ、いやでもアズライルしんどいんちゃう、これカルルやし。さあ、まずは天帝アズライル。まずは天帝アズライルってやばいな。まずはこれで様子見る感じで。まあ、もう一体天帝持ってるんじゃない、こいつ。これは重なってない。空対空、強すぎる。ジャンプへ、
おお、パンチャー打っていくが、だがダメ。おお、おお、なんだこいつ。おお、うわあ、おっと、おやるね、やる。首をかしげているぞエディッチ。これ今切れましたよ今。さあ1ラウンド目は遊んでいただけなのか。あ、捕まった。しゃがみぐらい。今の 6D も危ないけどね。ガードして。あいつ。あいつ。入れ込みでダメしよう。空中ぐらいしてる。あ、お、ゴハドしている。ああ、フェニッチおめでとう。 F 式って言って、おお、怖っ。怖いわ。なんか何も何も当然のように5秒 3-0。 はい、レベル3。もう一個やってるやろ、まだもう一個まだやってるやろ。ほんなら終わったらカチカチ巻き巻きでいくんで。まあでもみかんがやられたとし、あ、みかんじゃない、まだ後ろにあのフェンリスキラーのみかんがいるんで。まあまあまあ、うわぁ、いけいけ、うまい、フェンリッチを殺せ。コマコマ吹雪とかやるってくるやつかな。あーあー、ビバで、ね、今3段出てない。ガードしている。あー、これは、あー、おー、しかし50使ってる。うえー、だがこれこれアブエルカルブ少ないでしょこれ。あーあーあれだ、あれだ。あー、でもフォークだ。あーあはははは、死んだん、死んだかこれ。フィッ、ほんまにやってんの。はい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 、死んだ。じゃあ D 筐体読みます。ザ・インドアゲーム、ザ・インドアゲームと、和コード、和コード連戦でお願いします。いやー、死ぬんだあれ。死んだ死んだ。いやー、これさ、だからさ八王子行った時謝ってきた、ちゃんと八王子に行った時謝ってきた。謝ってきたよ、謝ってきた。俺あのロチャさんにちゃんと謝ったから。あ、本当に、実況ができないような試合をして申し訳ございませんでした。そっちか。いやいや、死んだとかなんか勝手にパクってすみませんでした。いや、俺あれ好きなんですって言ったら、喜んでくれるじゃん。あー、マジで優しい。さあ、今度はみかんやろうっすね。さあ、フェンリッチキラー、いいかさあ、このとりあえずね、アズライルを倒して、いやー、ダンよ美味しかったわとかぐらい言ってほしいもんなんですが。おおフェンリッチキラーなのか。あれ、格ゲー上手い人のグループですね、今の。やばれた、アニマン危ない。おお持ってる、あ、持ってない。トン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 。あ、なんか当たってる。え、あああ、当たって、持ってんだけど。まあ、グローブなんですよね。ああ押してくる、時間を稼ぐですよね。うわー、知ってた。さあ、かっこいいことをしない。いや、あれもうできないでしょ。あれも
体力足りねえわ。何やそれ、何やそれ、何やそれ、え、なんかなかったっけ、ファントム。いや、あれ結構難しいんだ、あれあれやってたらすごいですね。マネを呼んで、あー、ゲランが通る、え、ちゃんとやってって言うけど切れるやつですちゃんとやってるってとか言って、うん、振るよ。はい、おっと、みかん取り返してるね。うわーうわーうわー、あとは雑誌新のみ、あー、逃げる。あーっと、押し入れしてきた。これやばいっすね、このままシングスラーありえる。あーって6、いや、パンサーやな、いいやん、裏返して、あーあー、4D 生ぐらいしてる、しかもアクティブロスいける。うおー、なんで、あはさあ、フェニッチ無表情、みかん野郎、いや、俺置いただけ、置いただけさあ、だが、こっからが真髄ですね。はい、じゃあ、異教隊シンデレラガールズと、アルブヒマリビクドンの同期連戦です。お願いします。で、F のところも終わった。あ、もう言ってくれた、ここ。FG スーヤー、あ、ヒューマンエラーと両キャラ詰め合わせ。はい、セボーがキャラを間違えた。店員を呼べ、店員を呼べ。いや、まあ、お前が勝つ自信あるやったらそのままでもいいけど、まあ、それはちょっとあれやな店員さん呼んで、店員を呼べ。ちょっとマイクボリューム上げます。F 筐体、FG ヒューマンエラーと、ヒューマンエラーと同キャラ積み合わせを F でやってください。 F で、で、G の方で圧線1と CT からの光お願いします。すいません、奥ちょっと機械に動いて、あ、青さん、青さん、助けて、何で勝ち、テスト入れてプレイしてもらうだけで大丈夫です。て、これです、テストを入れてもらうだけで。 C も終わり。勝ったのは、あー、はいはい、じゃあ寄せ集めお待たせです。はい、アキラフ建築部お願いします。はい、準備できましたんで、お願いします。フェンフェン、はい。フェンコちゃん。フェンコちゃん、あのゲーム面白い。フェンコちゃん、きついや、あのゲーム。フェンコ。あの、ロバのやつ、ロバのやつ。
馬に口説かれるやつ。馬にあの顔のテクスチャー貼ってるやつやろ、あれ。あの、壁ドンで、壁に響いてるやつ。ひずめでボーンってやってる。フェンコ。キャラ間違えんなよ。あ、オン押していいと思うよ。28以降だったらいける。哀れだよ。さあ、その1個上のキャラにはいかなかった。さあ、みかん野郎。先ほどは、いや、俺置いただけ、置いただけ。次はどんな名言を生んでくれるんでしょうか。いや、なんか普通にやってるだけっていう、まあ、あの負けたら、うん、クソクソクソキャラってどっか行くから。まあでもこれ俺結構みかんさん勝ってるとこ見るんですよね。俺も見るよ、この組み合わせ。よくわかんねえけど、なんか よくわかんないけどみかんさんが勝つっていう。いや、そう、あの、よくわからない ところから、はい、投げ、なんか投げでゴソッと減ったね。よくも姉さんを、あー、オクラスエクシード確定してる。マネが来て、さあ、投手が、あー、入れ替わらない。ちょうどぴったり。マジか。そう、飛弾戦じゃなくて飛弾撃っていうところがね。表裏ガード、中段ガード暴れている。シーカウンター、なおう、めくりガードが投げが通る。うわー、裏回り。さあ、ステップステップで画面端まで入れ替える。しかしこの位置、わあ、いやー、おー、投げて、これは時間を使って、いや、死んでないんじゃねえか。え、うわー、マジか。いや、いや、でもあの今回のフェニックス席立たなかったんでちょっと怪しかった。ちょっと不安やった。あの、死んだかどうかはちょっと、あこいつ、こいつ、こいつ、マジか。お前叩かれてしまえ。お前さらばれさらされるよ、お前、お前やりすぎや。こいつ分かってるわ。いや、あのさ、何を使ってもいいと言われたけど、まさか手に出すんだ、お前。怖い武器の。あー、これ後ろ側テイガー使いで、テイガー名誉がいますからね、後ろに。ラスクテイ、ラスク名誉が見てますよ、後ろから。これラスクさんが見てるってやつやね、これ。あー、持続が長い。ワンコーン、テイガー使いのコンボだ。あー、テイガー使いのガン見てよ。うわー、あー、しかしバックスバックスバックスで、さあ、ここは距離を離していく。落ち着いて、なんとかジンとしては距離を保つつつ、事故らんようにやっていきたいが、さあ、200ミスった。うわー、うわー、やだー。さあ、2択、2択、あー、あ、死んだ。ラスクさん、ラスクさん、ラスクさん。それ知らへんっす。ダメでしょ、彼のコンボ判断にケチつけちゃう。ああ、何してカウンター。そしてテイガーにはジンダ立ち入れができる。イエス、急げ、キー立ってる。ジャンシー、ジャンシー、さあ距離戻していく。カード圏からジャンビー、ジャンシーかぶせて、しかしこのテイガー崩れない。どうやって崩すんだこいつ。エクシャクする。さあ、投げ、抜けている。完全にテイガー使いになってますね。ジャンシーカウンターからジャンピー、カーブ捨てて、画面端入れ替え。さあ、V スレッダメてたんですけども、さあ、ゲノンが通る。天翔さんから、うぅバック捨て、タッチ A がタッチ A とがめられて、さあ、ゲージ使う。これはどうだ、どうだ。ジャニシー、カーブ捨てて、圏内だが投げ抜けている。 DC カウンター、危ない。
さあここからがテイガーの本領発揮というか、このドットガードまくりがやっぱテイガーとしての。あーうえええええええあ、あー残るからの六死、あっさり六死が見えた。あーフェンリッチテイガーでも見ていってください。じゃあやってないとこ同士ですね、ヒューマンエラーと CT からの光を、F で、 で G でアッセン1と、あ、やってますか A か、アッセンか、アッセン1とヒューマンエラーが F 筐体、ありがとうございます。で、行キャラ詰め合わせと CT からの光が G でお願いします。さあこれテイガーライチですね。これテイガーライチどうすか、前よりは楽になった、しかしあんま変わらへん、やはりきついのでは。さあ建築部自主的に書いていく、素晴らしい。あテイガーキャラ 3-0、 はい、じゃあ C 筐体、 D 筐体開けましたね、リガード開けましたね。さあガチャトミンか、 D 兄弟 D が開いた、 OK、 じゃああーどういくこれだ、ちょっとボリューム上げるんで、はいはいはい、リカルマの人注意してくださいね。はい、D 兄弟、 D 兄弟、呼びますね。ハメの喜びを知りやがってお待たせしました、クソ松ラテル徳原、はい、いますかねと、ハイホーはいほーブラッド・フィッシャー・サンラウシー、はい、D 兄弟でやってください、お願いします、どうぞ。はい、終わりです、呼び出し。いやーこの手が18段じゃないですか、真面目に強いんですよ。僕ラグナル負けたんでもう何も言えないんですよ、もう。いやもう僕、いやもう僕ラグナル入ってもう負けたんで何も言えないんですよ俺。そう、いやいやいや、やってないじゃん、だって やったあ、いや、よかったよかった、5回ぐらいやった。俺3回ぐらいラグナルって3回ぐらい負けたからね、もうダメだって。ああ、レンちゃん、あの、アツ、つないで、ショールゲン、あー、ニオキ、あんまり投げ使ってないよね、いや、投げ使わねえのになんか崩れてんだよ、意味が分かんない、なんかキャラごとの特殊中段、絶対使わないんだよね、崩しで。うん、もう、カタパルトすら見てないから。なんか、こう、なんか投げないんだよね、この手がね。さあ、第3ラウンド。楽しい。横飛ばし。ライチとしてはどうしてもやっぱこの距離ですね。6ミスセンターの距離を保ちたいんですけど、さあ、コンボミスからのオーバードライブ。ここで距離を戻していく。どっか行った。ジャンディからのスレッジハンマー。スレッジ。今回スレッジが体がブラ持ってるんで、6ミリの勝利がかなり簡単になって、ライチ的には 3C を牽制しないといけないんですけど、 3C 止まれたら終わるんで、まあ、その辺がちょっとジレンマって感じですね。さあ 2C からのこれだ、これは確定なし、あんま結構 2C のガードする距離高かったらこれだ確定しちゃうんでっていう。さあこれは中段が通る、バリガルしっかりバーストもカバーしつつ、コンボはミスノブ、スーパーメンシーメン。さあ縦をからの2回来るぞ、投げは投げている、ジャンビジャンへ。さあこの距離保ちたい、さあやばじっ、うわー、さあこれでやはりテイやはりというか、まあこれ結構そのテイガー側が
まあ、荒らしていかないとというか、まあ、堅実にというか、いや、まあ、勝負するとき勝負しないといけないんで、回さないとちょっときついかもしれないですね。あ、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。当てる当てる。まあ、時報フェンリッチテイガー。そして出てくるは、出てくるは、なんだろうな。やはりフェンリッチ人とジェン・ケサラギ、お遊びはここまでだ、哀れだよ、炎に向かう、なんて書いてるこれいや、あの文字がちっちゃすぎてわかんねえんだよこれが、わかんないわかんないわかんない、おおい、なになになに、え、おみきすま、なにこれフェンリッチみたいになってるよ。さあワコードにいたずらをして、あとイエナが取る。第一陣はまあどうなんすかね、陣とジャンシーちょっと面倒くさそうやなって感じ。さあ空中アップになっている。しかしここはお構いなし。ジャニシー、さあテーブルを置いて戻ってくると、じゃあ2段ジャンプでカバー。さあ2段ジャンプでカバー。さあフェンリッチのライツうますぎるんでね、棒の対処がマジでうますぎるんで、ジャンピーからのグー投げ決めて、さあ画面味置いて 6T6T、 さあ C2C エリアル決めて3300からの前転カバー、そして6へ投げが通る、アクティブローも入って、さあ残りあと1回といったところ、新郎こうじゃない縦国士、なるほど。さあアクティブローからのいいダメージが出ている。4600めっちゃ出る。さあゲージ75番使いました。さあこれは、ああさあやってしまった。ああ結構棒の対処を普通にされてくるみたいな感じ。ああオーバーダイブ、しかし強気に立つようしていく。西井さんし落としてジャニシー、うらうらつまめ、素晴らしい、仕込んでましたね。あの立ち火2火そしてつながらず、ここで3し、あー立ち火置いていた。さしミスって、おっと不穏な空気、ダーキャン。さあもう圏内なので何か当たれば死んでしまった。おっと、あーこいつ余計なことしやがって、二度目はないさ。今あの東人祭2016東進東進ゴルベーザーイワシフェンリッチ、なんかこんなんやったような気する。いや二人とも照れながら、いやーっていやーいやーってヘラヘラしながら上がってった。そう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 、響き紅白村上さん大丈夫っすよ。響きさあ今度はフェンリッチの響きを組んでいく。お前そんな置き攻めするなっつってお前そんな置き攻めするなっつって腕パンチすればダメっす。さあちなみに今日フェンリッチシリーズはアズラエルからのテイガーからの響きですこいつテイガー出しよったからで、駒投げ1回も使うとかちょっとさあテイガージャンビジャンシーさあ 3匹の天帝こいつみんな久しぶりだな。これフェンリッチ響き、おそこへ切る。粘着して、おおギリギリ当たった。トントントン指名を果たす時、あドン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 。さあフェンリッチでもできるコンボ、
いいかフェニッチそんな普通のコンボで。いやちょっと普通のコンボやわ。いやちょっと、あ、不本意ながら勝つためには致し方なかったと。何がちょっとやねん。いやこれ高い壁ですね。勝ち抜きなんで最初のフェンリッチ響きを超えられへんと。いやまああのこのままで終わった。なんかテイガー出されるより精神的には来ないでしょ。まあまあまあ、まあ、天帝なんで。まあいやこれこれでもあれですね。あ、今のきついね。なんかフェンリッチ陣とやるよりきついんですよね、これ。おー、あ、知らんかった。おおお、戦士陣。あいや、あれがあるから画面端じゃファジージャンプ許されへんし。そう、なんか陣より多分つらい。まあね、なんか彼200戦ぐらいで点々いったんで。いやいやなんか片目がもうなんかよくテンチマンが倒されてましたね、うん、フェンリッチ、うん、あ、なんか向こうの方で上がってた赤い筐体。はい、さあ先方にフェンリッチの響きがやってきましたが、こんにちはっつって、さあ3匹の天帝のうちの1匹ですね。まあ G 以外にアズラエルと響きが天帝です。彼さあなんかやっぱり C 兄弟は騒がしい。いや建築部いいぞ、建築部、もう建築部いいぞ、ガヤガヤしてますからね。やってやけやってけ、お祭りだ今日は。騒げ騒げ。あのおもろいだけっていうやつがいますから、あのうるさいだけっていう、うるさいだけ。いや今のこのバージョンで負けても笑ってるってことはすごいことっすよ、すごい。さあジョニー陣投げが抜ける。うわなんか入れれるもん全て入れてんな。中段を立っている。さあ西が三振、これは届かない。まあステップ出るでも多分届いてなかったんちゃうかな。打っていく、だからまあ打っていくが、コンボ判断は良い。イサゴクダキ、いやはー、まあしゃがみぐらいだからね、6B が入るから火力は伸びます。あと BB とかのルートが多い響きは確認がやっぱりやりやすいですね。中段ガード残暑、うわーうわー、さあフリーフレームなのにもかかわらず捨て、ああ出てない、バックステップに引っかかる、自らのキャラの昇竜拳が。さあこれはまだない。あー、死んだー、お別れです。さあ筋肉バスター、筋肉バスターじゃないでしょ、筋肉バスターやろ、筋肉バスターじゃないだろう、モズ落としでしょ。 MUSSLE マッスル、知らんのこれ、知らん、知らん、キッドマンのオープニング知らん、ジェネレーションギャップ、え、知らんやつ俺、ええ、そうやで、俺の名前はキッドマン、俺ゴーゴーマスモン、 MUSSLE マッスル、 MUSSLE マッスル、 3,2,1 ファイヤー。分からん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 、歌いてや歌いてや、いやあれかっこよかったよ、曲はかっこよかった、曲はかっこいい。え、で誰が出てきた、スレイヤーさん、さあスレイヤーが出る。いやうわ、さあ踏めない、
西大工飛んでいる、入れ替わる。どうですか、パッツァー当たらない、昇竜拳すごい、うー死んだー、あ、何してくれんのかなぁいやでもちょっと普通かなちょっと普通かな、あれで残照鉄装画から D でボーンとかで殺しちゃったらやばかったけどこれちょっとおもろかった、クリムゾンレイダー、クリムゾンレイダー何これ、クリムゾンレイダー何これ、クリムゾンレイダーってあれやん、ないんや、いや知ってるけど知ってるけどなんで今なんてなって英語 USA やで、 USAU、アメリカ人の人か、でもアメリカ人の人が草も生やしてくれてるで、いやアメリカ人でも草生えんねん、はい、メニーメニーリーフ、メニーリーフキャラパワーの勝ち、いや俺実はキャラパワー負けること俺ちょっと祈ってたけど、まあ勝手にもな、キャラパワーの勝ち、当たった、あーっと気がついたらウィナーウィナーイズゴルベイザー、 はい、じゃあゴルベイザー連戦です。アセニラスグランディア朝倉式チーム、はい、影響隊へ来てください。ゴルベイザー連戦です。で僕らは空いてる、デイが空いてる、じゃあ僕らデイできます。ジーンと誰かって言ってたんで、えラグナさあ、鬼神で止めていたラグナ、ランクアップマッチ、さあフェンリッチラグナが冥王へのランクアップマッチ、対するは冥王テイガー、さあ兄さん、僕がテイガーの倒し方を教えてあげるよ、うまい、あ、入らない、おお、めくりからワンクショーでクマ投げ、投げを釣ってさあ、これは死ぬでしょう、あーグランディアがまだ1本、差し込む、うまい、デッドスパイク、シーリーシーリー、あー終わったな、A をしっかりグラップル押している、さあ入れ込んだら殺すよと、ワンコンボ中断、ちょっと安かった、あ、なんでだよさあラグナはゲージがないが飛んでバーゴールドガード、さあジェレが通っている、取れたー、怖い、さあ
最終ラウンド。さあ当然のように差し込んで、おえー、あ、中段が通る。投げをつって、バースト中段。ガッツリでガード、ゲーダーエッカラー勝ったのフェリッチ。さあフェリッチラグナー名誉です。ラグナウェン渋い顔してる、感情がない。フェリッチ、フェリッチさんまだ名誉にはなったことないからな。ほじ、ほじ、あ、よかった。出へん、出へん。さあ、みかん、頑張ってくれ。あ、あ、あー、さあ始まった。あ、こいつ、こいつ分かってないぞやっぱり。あー、ボラれていく、死んだ。そして最終章に、さあこの後フェンリッチに感想聞いてみましょう。負けたらね、どうだったかを。はい、これキャラ悪いですよ。非常に悪いのにもかかわらずフェンリッチは、あっ、もったいなさすぎる。これ非常にキャラが悪いです。相性最悪です。前転を通す、ガバミカン、ブリオは当たらない距離。で、あのね、フェンリッチの昇竜がないキャラで頑張って拒否しようとする苦し紛れの行動を見るのが好きなんですよ。通らへんから、通るわけないから。抜けられる、あ、バースト読んじゃう。うわー、怖っ。あ、さあみかんが怒っている、なぜか。うわー、あー、安い安い。姉さん行くよ、行けるのか。何してんの、まだある。おードンドン。いやー、カウンターが出てれば終わってたのでは。まあ、こういう勝ち方はまだある、まだありえる、彼らに対してね。さあ、これこっからです、こっからワンチャン死ぬんです。あ、かわいそう。あ、でもゲージない。あ、こいつニューキャンプ、あ、裏返してるし。戻した。ムーをガードしてる。さあ、つらいつらいつらい。死んでたのに。さあ、追い込まれたのはフェンリッチだが、ここからが強い。さあ、この状況ね、カルルは攻めなくていいんですよ。あ、危ない。あ、ラスエイ。
ワンチャン死んでました。怖い、今のオーバードライブ忘れとったら。うわ怖い。よーし、あ、あ、だーざまー言ってもだ、ほら見ろカルルはしかも入りにくいんだよ。でもちょっと今ヒヤッとしたでしょ。ヒヤッとしたいや、ちょっとルート間違えましたね。最初フェンリッチ君、合唱客じゃなくて残映画でよかったのでは。いい試合しましたね。なんか僕のわちゃわちゃしてる試合とは大違いですが、正直なところホッとしてますさあさあ、なんかこっからです。でもみかん野郎にはそんなの通じない。なんかフェンリッチをやたらと止めることに定評のあるみかん野郎、なんかロケットの時も連勝してたフェンリッチポンと入って殺してよっとこっとっすいい思い出。さあカルルクローバーに今度は本命のジン。さあ上りから、さあ低アタック、さあどうする。姉は近いが、いや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 、あ、カルルがオーバードライブ使わずに死ぬなんて。さあ第2ラウン、お、危ない、お、なに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 、あえっ倒してる昇竜拳、おお、あー危ない、うなだれ、あ絶対宝石切るほら見ろ、もう分かってんだよ、絶対補正切る女もほら言ったのにぜったい切る。さあ狭間で溜めてしまったストレスを一気に解放していく。フェンリッチどうやった、狭間でカルルどうやった、無視しやがった。さあだがまだ残っている、ボーク無理心中、エルフェルトのドアが開いたらいるのは小川さんじゃなくて無理心中だった。18秒になってから置いてください。じゃあもう一回離して8秒で離しとってください。ずっと8で行ってください。はい、あー終わった終わった、あ待てよ、ワンチャン、いやワンチャンね、2P が回ってカード置いたら読むんですあるワンチャンなんか今日おかしいな、たまになる。さあ陣使いだった無理心、ワンコンボ、おっと上へか、何か出てないか、あ一生当たってる、あなんかめっちゃ減るな、ゴリゴリ減ってる。さあカウンター、まあ体力ドットだが、痛みを知れ、あ布を切れ無駄なこと、レベル2アクション、
見てから打ってる。よっさ通った。ワルトヘル、うわー、オクラセニエに最速入れっぱ。どうせ勝利怖いんやろと燃えして、だが合成から通らへん、わからへん。危ない、わからへん。ブリシンさん、僕の速度全然ちゃうんやけど、なんやこいつ。なんやこのおっさん。勝ったのはフェリッチ。地獄の鬼とでも戯れるんだな。全員東進祭出場者です。さあ天帝響き、お、有望。何やお前、仕事か。俺はようやら。ええ、お前から渡したんだ。俺もちゃんと取り次ぎするから。取り次ぎちゃんとするから。はい、というわけで一本取ってるんだ、エンリッチ。あー、やってしまった。あの、ガードさせる前提でね、打って響きの勝利権かなり盾を削るんでっていうところでしたが、読み切られてましたか。さあ、読んでいる。出しが長い。オーバードライブ使って画面端へ展開。ゲランガード暴れていく。さあ、勝利は出なかったか。ビーラーと暴れたが、ザキャン、これは届かない。非常に狙いは良かったのだが、待っている。おわ、使わない。チェーラ、さあ、バックステップからミサーゴクだけじゃないわ。なんだっけな、あれ技目。てってイザナミをまずは撃破。先方、向こう先方。Please select your character. m
まあそうですね。さあだが出てくるのはヒューマンエラーエースケ。これは何もない。ブリオだけで終わって。さあ、ボルベイダーは2人3音です。楽はさせてくれないでしょう。チョーク画を取って、コパンをかくらせる。集団ガードしている、下段ガードしている。昇竜拳からターン継続。ビバーチェ、ここから熱波を選択。様子見あれぐれ投げはガード、これは裏アタック CT。 ブリオからさあオーバードライブ入れて、あっとしゃがみぐらい。B で止めてからのノーキャン中断。なるほど、コモンス下段で崩れる。B で暴れる。グリからチューランガードしている。さあガーキャンから、ガーキャンから2戦取られてしまう。ダメ橋、これは死ぬ。さあ一本一本、投げ、なるほど、おつながってしまってガードしている。あー中段、ここで当たって、さあアクティブフロー版ではないが死ぬ。エースケガルルが止めた。はい、実況に戻りましょう。オッケー、あとで、さあボランティアも交えて体力を持っていく。インシーから
昇竜からラビキャン。あれグレット何もない。ノーボールのダニシ。これは隠ってはいない。そして上りジャンニシーからオーバードライブ、カルルナノーで死んでしまう。やめておけ。ジャンプニシーからやはり中断、フォークが来ている。ブリオとビエをしている。ロケダイク、はい中断、オーバードライブ入れて、あー血が見える。あー貴様ではさあ、3位決定戦が、わぁ、わぁ、さあ、エースケさんがこちらに来て、笑顔。さあ、だがまだチームは負けていません。さあ、ウィキの人の弟子、バルケンハイン・アルヘルシング、そうや。The Wheel of Fate is turning. Rebel One, Action! そこか、そこか。さあ、東神祭でも、行われたこの組み合わせ、開幕は、ケニー。さあ、ブレーキじゃないから中断上としてローゼンアイエテの2585、アイエテってなんだ、混ぜて、うわマジかこいつ。とりあえず画面端で戻すことを優先しましたね今。あ、粘着ガードしている。ジャンプ B からしゃがみぐらい布を切る。お、オーバードライブ吐く。うわあ、これは繋がらない。ちょっと高さがさすがに合わなかったか。オオカミで帰ってきて、いやちょうど無駄なこと。今対象対象開幕はまずは被弾線を狼状態でかわして、スーヤが1回、やはり昇竜拳が怖い。このね、直打しても謎の読み合いが発生するせいで、バグセシーヤカウッター、バス読んで向こうやだ。おお、死ぬしかない。所詮この手、死ぬしかなかった。というわけで優勝はやはりゴルベーザー、おめでとうございます。やはりだった、あの魔女に伝えておけ。そして皆さん、本日ですね、フェンリッチの優勝を祝して、なんと
ケーキが用意されてます。まあ、まあ、イワシと、あ、いいじゃないですか、もうやめて。